8番の山崎、関東ライン3番手、赤番のホーム、まずは動いていく5番の小原、関東勢ですが、短期6番駅野の直後、まずは中四国の3人を抑えようという構えですが、打賞の周回のバックストレッチで関東勢すっと出ました。そして6番の池野健太、再び先手ライン中段の位置取り4番手、そして後ろからの巻き返し2番の松本隆治、やや前で8番山崎牽制を見せましたが、さあ前段もがき合いとなっていくのか、5番の小原忠史、外は2番の松本隆治、3者のライン前段並走となりました。残り1周を切って外からねじ伏せていく2番の松本、マークに続く9番柏野智則と7番の桑原大志、ベテラン2人が 2,3 番手に入れ替わって、後方横原は北勢の巻き返しですが、この伸びはどうか。4番の佐々木隆史鋭く伸びてきますが、現在4番手外目、先頭は2番松本隆治、9番の柏野が追って7番桑原や離れ加減、2番の松本が柏野がゴールに並んでいます。